マルチタレント鈴木純でございます。よろしくお願いします。なぜか稲川淳二さんと知り合って、うん、師匠ですね。師匠のね、海外の話題を日本に伝えようっていう、社会に貢献できる、うん、はい、どうも皆さんこんにちは。松美濃の元気で愉快な社長さん、今日のゲストはこの方です。拍手。じゃあ、はい、自己紹介をお願いします。はい、マルチタレント鈴木純でございます。よろしくお願いします。マルチタレントなんですか？そうなんですよ。まあいろいろとね、うん、世間の皆さんはカメラマンっていうふうに言いますけど、うん、はい、実はインターネットテレビでね、はい、頑張る人応援放送局、品川テレビ放送っていうのをやってます。あの有名な品川放送品川テレビテレビやっぱり知らんからよくね、品川の方では、うん、ケーブルテレビ品川さんと間違えられるんです。いや、僕も最初そう思ってましたよ。ねえ、だから取材の依頼多かったのかなと思いますけどね。どんな番組やってるんですか？一応ですね、はい、報道系から報道系、それからアイドル系まで、アイドル系までだいたい10チャンネルくらい持ってるんですか？ありましてね、はい、スポーツ番組とか、はい、それから音楽番組、おそれからお笑い番組、お笑い番組、私の本職ですね。そうですね、はい、あとはスポーツ番組、スポーツ番組、それから災害報道番組、はい、などなどいろいろあるんですけど。何人でやってるんですか？総勢10人くらいはいるんですかね、スタッフは、はい、でもその中でカメラマンが3人くらいしかいないという。でその中の社長さんで、一応ですね、はい、品川テレビ放送っていうこの頑張り人応援放送局っていうのがありまして、はい、この他にですね、日本の災害とかそういう報道を海外に放送しようっていう大日本中央テレビっていうのもありまして、はい、で逆に海外の話題を日本に伝えようっていうワールドリポートネットワークっていうね、はい、WRN っていうそういうのもありまして。それは鈴木さんとこの品川テレビで見れるんですか？そうです、そうです、見れます。あ、これはすごいです。で、そういうもろもろを統括してる、うん、芸能プロダクション USO テレビっていうのがありましてね。 USO テレビ、嘘じゃないですか？そう、よく言われるんですけどこれ補足が仙台なんですよ。あ、仙台なんですか？で、私の出身が仙台でして、はい、でそれで、仙台の、うん、なんていうの、当時、はい、仙台で男性タレントっていうの3人しかいなかった時に。仙台3人しかいないんですか？いなかったの、3人しかいなかった。まだ吉本とかあの辺が来る前でしたから。はい、でその時の3人のうちの1人が自分だったんですよね。仙台のスター、まあ言ってみればそういう時期もありましたからね。あ、そうなんですか。地元の番組ではオラホのアイドルベスト10っていうコーナーがありましてね、はい、その中で1位になりましたからね。いや、すごい。そうなんです。3人の1位。 3人じゃないもう次第にこと言いますねもう、まあいろいろ言ったんですけど、この社長さんになったきっかけというのを教えてもらえますか？きっかけはですね、もともと今見ました仙台でタレントやってまして、はい、でいろんな局で、うん、自分は演者として出るわけじゃないですか、表現者として、はいはい、で出てる時にやっぱりこう本があって、うん、その本に沿った内容しかできないっていうのがあるじゃないですか。あ、それはちょっと嫌だなと思って、自分で作りたいものを作りたいなと思うようになりましてね、うん、でそれで、まあ、じゃあ放送局作っちゃえと、おいうふうに思ってたんですけど、うん、当時はワイヤレスマイクのテレビ版みたいなやつがあって、うん、エリア内放送っていうのをやってたんですよ。エリア内？エリア内。あ、エリア内。イベント会場内のテレビ放送っていうの。うん、で、東京に稲川淳二のマネージャーにスカウトされてね。あ、有名な稲川淳二さんの。そうです、そうです。怖い話で。怖い話で有名な。はい。で東京に出てくるようになりまして、うん、でその時にパソコンを始めた時に、うん、パソコンを使ってインターネットでこういうテレビの放送ってできないかなと思って試しにやったらできちゃったっていうね。まあ今は当たり前ですけどね。そうなんですよね。何年ぐらい前ですか？今から16年くらい前。あ、じゃあそれはすごいですね。結構だから古いことは古いんですよね。で、自分でカメラを回して、はい、で、それを自分で編集して出すっていう、うん、そういうのを最初一人でやってたんです。あ、でそれをやってるうちにいろいろと仲間、うん、俺もやらせてくれ、俺もやらせてくれ、見学させてくれっつって増えて、うん、多い時にはですね演者含めて40人くらいいたんですけど。あ、すごいですね。
まあ、いろいろと問題が発生したりなんかしましてね、うん、やっぱり組織を作ると、うん、いろいろと派閥ができたりとか、うんうん、それから男女間の問題ができたりとかね、そういうのがあって、今10人くらいになっちゃってるんですけど。じゃあその今まで失敗したこと、はい、教えてください。失敗したことですか。はい、失敗したこと、うん、ですね、割とですね、うん、トントン拍子で来ちゃったんですよ、うん、いい感じで、うん、で10年くらい前になるんですけど、うん、テレビ朝日のね、はい、某お笑い番組で、うん、ロケに行く途中に、はい、タクシーが事故を起こしちゃって、それでね、ちょっと口が回らなくなっちゃって、すごい口下手になっちゃって、あ、事故の後遺症で。事故の後遺症で、だから今この右半分ちょっとおかしいんですよ。そうなんですか。で頭もおかしくなりましてね。頭おかしいバカっていう意味じゃないですよ。これはね、はい、脳脊髄液減少症っていう、うん、そういう傷病になっちゃいましてね、はい、それでちょっと喋りもおかしくなっちゃったと、ということで芸人は辞めたって、まあ、辞めたっていうかお休み中みたいな。あ、もう本当に2時間くらいの短い仕事しか受けないというね。あ、長いことはダメなんですね。そうなんですね。じゃあ今までで一番成功したことって、はい、一番成功したことはやっぱり地元タレントが、うん、レコードを出すっていう、うんうん、こういうのって、うん、地方では考えられなかったんですよね。そうですよね、今ではね、いろいろあるけども、今はもう全然そういうの関係ないんですけど、うん、当時はそういうの全然関係なかったですからね、うん、今年30年になるんですけど、うん、芸能生活。あ、長いですね。長いですよね。はい、で、その中で、平成元年だから13年くらい前かなに、ビクターから。平成元年って今平成25年前だ。やっぱりちょっとね、後遺症残ってますもん。後遺症残ってるんですよ。これがたまらないけどね。それでビクターから、うん、デビューできたっていうのが、うん、まあ一番。あ、でもすごいですよね。じゃあプロデュースしたってことだった。プロデュースされたんですよね。あ、されたんですか。よかったですね。そうですね。どういうタイトルで。ですね、その時は所ジョージさんが書いてくれた曲なんですけど、うん、会社勤めのロックンローラーっていう。今でもいけそうじゃないですか。今の方がいけるかもしれないです ね今のいける。それコミックバンドなんですけど、うん、4人組の、うん、稲川淳二の当時のマネージャーがリーダーをやって、うん、で、サブリーダーがチャンバラトリオさんのプリンスタウンの段一平、うん、知ってる、ね、知ってますよね。で、そのチャンバラさんの弟子、チャンバラトリオの弟子の、うん、段一平ちゃんの弟子と、うん、稲川淳二のマネージャーの、うん、ガンちゃんの弟子が自分だったんですけど、うん、そういうグループで出たんですけどね、うん、これがね、コミックバンドなのに、うん、まともに楽器弾けないの。番組とかで収録の時に一回リハやるんだけど、うん、やめようっつって、うん、カラオケでやりましょうっつって、結局はエアバンドなんです。あ、今エアバンドって有名な、ね、まあ、結構多いですよね。ありますよね、うん、だから今の方が今でしょ。いつですか今でしょみたいな。今ですね。もう一回やればいいじゃないですか。メンバー変えてメンバー変えて ね、ね、あ、